こんにちは輸入食品の一ノ瀬です、えー、今日は天皇皇后両陛下が明日ですね4月11日になりますけれどもアブドゥルラ2世ヨルダン国王夫妻及び皇太子様と会見というニュースについて主にアブドゥルラ2世ヨルダン国王の人物像にフォーカスしてお届けしていきたいと思います政府発表によりますとアブドゥルラ2世ヨルダン国王夫妻と フセイン皇太子が4月7日から12日の日程で来日ということでもうねすでに日本には到着されているということですね。 ヨルダン国防祭とフセイン皇太子のご面談の予定といたしましては4月10日ですね今日はエイミア家を訪問されているということでございますそして明日がですね4月11日が天皇皇后両陛下とご面談ということでこのその後ですね午後からキッシーと面談するということですね。 えー、そしてこれはねあの天皇皇后両陛下との、えー、ご面談とは別のタイミングになると思うんですけども、えー、同じくですね、えー、4月11日に、えー、高円宮家の久子さまと承、えー、子さまが、えー、宿泊所の方でですね、えー、ヨルダン国王夫妻および、えー、皇太子さまを表敬訪問なさるということです。 えー、その翌日ですね4月12日になりますけれども同じくですね、えー、久子様が高円宮邸において、えー、ヨルダン中殺特命全権大使と、えー、面会というような、えー、スケジュールでございまして、えー、高円宮家が絡んでくださっているというところが、まあ、大変ね心強いところでございます。えー、ちななみにでですすねヨルダン国王なんですけれども、あのー 幼い頃からですねあのイギリスの方に留学をされていらっしゃいまして、えー、英語もですね、まあ、もちろんご堪能ということでございますので、えー、今日のね宮廷訪問におきましては、えー、またですね得意の英語でね通訳なしでご観覧なさいましたがまた見れるのではないかというふうに思っております。 ちなみに国王夫妻のご長男であるフセイン皇太子は現在サウジアラビア出身のラジワ・アル・サイフさんというね非常にお美しくてなおかつですねサウジアラビアの、まあ、王族をね排出している名門の家のお嬢様なんですけどそのお嬢様と婚約中でいらっしゃいまして。 あもしかしたらなんですけれども、まあ、このね、えー、結婚式のご招待というね言ったようなお話もあって今回はね、えー、国王夫妻プラスフセイン皇太子も伴われての、えー、来日ということだったのかもしれ、えー、ません。 まあやっぱりあの海外の、ね、王室の間ではあの天皇皇后両陛下にね例えばその結婚式であるとか戴冠、まあ、式であるとかね、えー、招待したいといったような場合にあの普通に、ね、こう外交ルートで、えー、天皇皇后両陛下を招待すると971長が、ねえー、介入して <laughs> 招待してない雑魚みたいなのを送り込んでくるのであのやっぱねこれはあの直接ねあの天皇陛下に会ってであのちゃんと、ね、招待した方がいいよみたいなねそんなアドバイスが その、えー、ヨーロッパとかねその中東方面の王族方の間でですねそういうアドバイスをお互いにこうし合ってですねこうした方がいいよみたいな感じで会っているのかもしれませんよね。 えー、さて、えー、ヨルダン国王国といえば、えー、妻の、ね、ラハニア王妃がも,うものすごい美人であのフセイン皇太子も非常に、ねまあ、その DNA を受け継がれてといいますかあのとても、ね、こう優しそうなイケメンに、ね、成長されておられます。 え平成30年にはあの安倍元総理が、ねえー、ヨルダンを訪問されたことがありましたけれども、えー、その、ねえー、ヨルダン訪問の際の、えー、トップ会談の席でもあの国王の横で、ね、しっかりと、えー、このフセイン皇太子が、えー、国王の、ね、サポート役を務めていらっしゃる、えー、そんな映像も残っております。 というようよな感じでねもうあの海外のあの後継者というかですねあの若きロイヤルをこう見るびにですね <laughs> あの非常にやっぱりねこうしっかりされていらっしゃってまああの見た目はねそんなイケメンじゃなくてもいいと思うんですけどもでもなぜかねこう皆様イケメンぞろい、えー、そしてねこう美しい王女様ぞろいでいらっしゃいまして、まあ、本当にねあの将来がね楽しみだなーってねよ、えー、その国のことながら思うことができるんですけれどもまあなぜ、えー、うちとこう のえー、ぼったまはあれなんだろうというね <laughs> あの決して口に出してはいけない思いというものが喉、えー、元まで込み上げてまいりますけれども、まあ、あのその思いはね、えー、今日のところはととかね、えー、頑張って飲み込み込たいといいう,うに思います、えー、このね、えー、ご結婚式の参列もあのとあるね三宅、えー、が横取りするというねまあ、そういった説もあるんですけども、えー、確かねあえいミア夫妻に関しましてはあの この、えー、ヨルダンの、えー、皇太子のご結婚式が今あの6月1日ということなんですけれども、えー、エミア夫妻はあの6月3日にですねあのこの前ね私動画作ったんですけどあの福岡のね北九州市で緑の愛護の集いというものがありましてまあそれでね、えー、なかなか厳しいのではなかろうかというふうに思っておりますます、あ、に、ね、いいとと言って <laughs> あげたいところでございます。 まあの北九州市にね来られるのももちろん嫌なんですけれどもでもねやっぱあのヨルダン国王夫妻と皇太子様もねさぞかしこの緑の愛護の集いというものがバッティングしていたということにほっとねなさっているのではないかと思います。 まあな,んならね今頃ねあの北九州市の,あの竹内市長とあのヨルダンサイドでねお互いにこうエイミーア夫妻をね押し付け合ってる可能性もありますよね。なんかあの北九州市の方からは「いやいやいやヨルダンでねそんなあの結婚式があるんだったらあのいやうちのねあの緑の愛護の集いはあの愛子さまにねお願いしようと思ってるんでどうぞどうぞ」みたいな感じであのヨルダン側はヨルダン側でね「いや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 緑の愛護の集いがあるんだったらあのそ こちらの方でぜひどうぞうちは天皇ご両陛下にね直接あの来日でお願いしようと思ってますからみたいな感じでなんかお互いにこう <laughs> なすり合ってるみたいな、えー、そんな気もしております。 えー、話を戻しまして、えー、ヨルダン国王夫妻は、えー、昨年の、ね、エリザベス女王の国葬ではあの天皇皇后両陛下のちょうどね真ん前のお席にあのお座りになっていらっしゃいましてであの日本でね行われましたけれども、えー、安倍元総理の国葬の時にもあの来日してくださっておりましてでこのね、えー、ご来日の時も天皇陛下とあの会談されていらっしゃるんですよねであのご年齢もですね非常に近陛陛下下と近しくてあの近所陛下よりね。 二つだけまあ、年下ということで、まああの年代的にもね近しいところから、いろいろあの親しくねなされているようにも思います。えー、さてこのヨルダンのアブドゥルラニ世国王なんですけど、なかなかですねあの愉快な人物ということでございまして、ウ、え、ィ、ー、キペディアの方から、えー、国王の人物像について引用させていただきたいと思います、えー。国王として積極的に外交に携わり、国家の安定に貢献している。 えまたね、えー、これネットでの話なんですけどあのリアル暴れん坊将軍とえ呼ばれていらっしゃるようでございましてあのなんかちょいちょいねあの変装なさって、えー、そしてねこう街中に、えー、一般人としてね溶け込んでしまって、まあ、あの要はねこう国の実情を見たいということで、まあ、そういうお忍び姿でですねあのちょいちょいなんかこう街中に出てこられるみたいなんですよね。 でえー、一般人ですね、まあ、タクシー運転手とか、まあ、新聞記者とか,なんかあの、老人などに変装して、えー、そして国民の生の声を聞かんと、えー、努力しているということなんですが、えー、変装は爪の甘さで2回バレているということですね。 変装して訪れた病院の対応について後日注意したこともあるということなんですけどこの,、ね、あの病院を、ねえー、こっそり一般人のふりして訪れた時はあの杖をついてあの老人変装なさっていたそうなんですよ。 でその老人に変装なさった姿で、えー、首都ですねアンマンの保健証の関連部局を訪れてであの職員のね国民への対応をまあ見張っていたということなんですけどその見張っていたところですね複数の職員に身分がバレてしまったとということですねであの別の場面ではあの雪で立ち往生している車を 一般人と一緒にこう押してですね、えー、そしてこう雪の中からですね、えー、車を救出しているというようなシーンもございます、えー、このね映像につきましてはあの youtube にねありますので、えー、概要欄にねその動画の url を記載しておきますのでぜひねあの1分ほどの、えー、映像ですのでご覧いただければと思いますそしてあのこの動画内のですねあの赤と白の、えー クーフィアっていうんですかねあの頭にかぶる、えー、男性がねあの中東の男性が頭にかぶる布みたいなのがありますけれどもその布をかぶってるのが、えー、アブドゥルラ2世国王ということでかなりですねあの積極的にこう車を押してですね、えー、そしてあの、えー、雪でね立ち往生した車を、えー、救出してらっしゃる映像が残っております。 といったようなことで豊かとは言えない国家の王であるが、国民からの敬愛心は非常に強いということですね。まあやっぱりね、あのとある三宅のことを引き合いに出すわけではございませんけれども、国民から敬愛されるというのはね、やっぱりね、とっても大事なことですよね。 とということで、えー、人物像に関して、えー、お話し続きまして、えー「とにかく自分でやってみないと気が済まない性分であり、えー、特に乗り物に対するそれは過剰とも言える」「国王自らハンドルを握り外国要人を空港まで迎えに行くのは日常茶飯事である」「2006年7月に日本の小泉純一郎元首相がヨルダンを訪れた際にも国王自らが運転する車で宿泊先のホテルまで送られる場面が報道されている」 えー、王室政府公用機、えー、ロイヤルヨルダン航空所属の、A、3 1 0を自ら操縦して外交先に出向くこともたびたびであるということで、えー、カイロ国際空港のロケーションを気に入っているかどうか定かではないがエジプトへの外遊ではいつも操縦感を持つということであのエジプトに行くきにはですね、まあ、自ら、えー、飛行機を、ね、運転して、ね、向かわれるということですねすねごいですね。 えそれから「大のトレッキー」である、えー、この「トレッキー」っていうのはあのスター・トレックのまあオタクっていうかですねすごいこうファンの人をなんか呼ぶ呼び方みたいですね。え「ー、大のトレッキー」である王子時代の1996年にはテレビシリーズ「スター・トレック・えー、ボイジャー、えー、第36話」話パリスの裏切り」に約6秒間出演している。 またヨルダン国内で建築中のリゾート施設公海アストラリウムもスター・トレックをテーマとしたものである趣味はスカイダイビングこのスカイダイビングについてはですねやはり危険ということで国王になられてからは周りのですね意見があって、まあ、禁止されてしまったということですね、まあ、当然といえば当然な感じもいたしますがスカイダイビングそれからスキューバーダイビングラリーなど また映画業界への趣味が高じて公開沿いの都市赤羽に南カリフォルニア大学映画芸術学部の協力を得て公開映画芸術研究所を設立したといったような人物像でございまして非常にね趣味人でありかなりね豪快な人物でいらっしゃるのではないかと思います。 まああの側近からしたらねやっぱりその度々ねこう変装してあの市民の中に溶け込むのはあのちょっとねおとなしくしてくれよって思ってらっしゃるかもしれないんですけどもやっぱりねあのそこまでしてですね国のリアルを知ろうとしてくださったりっていうのはねやっぱね国民から見たら人気が出るだろうなっていうかねすごくありがたいことだろうなというふうに思います。 えー、ということでね、まあ、とある三宅の方のやりたい放題とは、えー、全く、ね、違う種類の、まあ、こっちの、ねえー、ヨルダン国王のいろんな、ねあのえー、豪快エピソードについては、まあ、愛されるエピソードというかですね、まあ、そんな気がいたします、えー。といったようなところで、えー、本日はね、えー、現在来日中のヨルダン国王についてお話をさせていただきました。まあ明日のの、ねえー、天皇皇后両陛下との会談がが非常に楽ししみな感じがいたします ということで、えー、チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけましたら今後の動画作成の励みになりますのでよろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。